はいどうも、タガボンです。シティーズスカイライン、前回の続きをやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの町、タガボンという町なんですけども、高いね、お盆の盆と書いてタガボンという町なんですが、こちらの方ですね、一つ目のマイルストーンの、条件である460人だったかな、そうですね、460人にですね、人口が達成して、マイルストーンをね達成できました。1つ目ね、それで今小さな集落ということでね、風になりました。でそれとともにですね、解除されたものが税金と融資、あとは新しいサービスとしてはゴミ、医療、教育ということで、それに伴う施設がですね、ゴミの集積場、診療所、小学校というのが、ね、建てれるようになりました。解除されてね、はい。で早速ですね、見て分かる通り、すでにもうねゴミ問題が発生しております。ここですね、ここがもうゴミ問題、ゴミが溜まっていますっていうふうに出てますねですので、まずはね、お金あるうちに、ゴミのね集積場をね作っていきたいと思います。ゴミの集積所、これですね、はい、こちらになります。こちらを、はい、作りました。そして道路がつながってない、なぜだ、ここがつながってないぞ、つなげます、ここもつなげます。これでゴミ、時間を進めるとゴミ収集車が出ると思うんだよね。ちょっと見てみますか。よいしょ、時間を進めます。どうでしょう、あ、出ましたね、ゴミ収集車行きましたね。おすごいすごい、ゴミ収集車が次々と出ていきます。多分これで、このゴミマークは消えると思います。どうでしょう、消えていくと思うんですけどね、これで、あ、消えましたね。こっちも消えるかな、消えましたね。さて次にですね、新しく住宅地を作っていきたいと思います。あと小学校とかね、もう建てていかなきゃならないんで、ちょっと広めの道をつけますか。先に小学校と医療施設建てちゃいますか。小学校おいくら、これ医療ですね、小学校1万か、どうしようかな、どこに建てよう、ここの道をちょっと延長してここに建てますか、こう、ほらこういう交差点どうでしょう。ここの何もできないっていうのはちょっと予想外だったけど、これで小学校、わあお金がない、小学校置いたらお金ないじゃん。ここはどう、こうだな、こうこう、イエーイできた。そして住宅地ですよ。こうなったらこれもいらないんじゃないかな。あれ電気いってない、ダメ、ダメかい、あ、
つながったつながった。ここも商店街に、じゃあね、住宅地にしちゃおうか。どうですかね。お金がもうちょっとたまっ、あ、すごいお金いっぱい入ってきてますね。いいですね。税金を上げようかな。税金を11ぐらいにしちゃおうかな。80。お、1問いきましたね。ちょっと待ってよ。そしたら診療所を作ります。診療所を作ろう。これね、これをこの辺どうですかね。全体的にこの辺だったらカバーできるんじゃないかなって。ちょっと家壊しちゃう。これよし、ん、全部いった。いいですね。診療所です。ここね、診療所。まだですね。お、来ましたね。マイルストーン2つ目の、900人、人口が900人に達する立派な村、立派な村になりました。新しいエリアを、手に入れることができましたね。あとは新しい機能としては地区条例融資の2、地区して公共サービスの充実と。で、サービスとしては消防、警察、特殊施設。あと新しい産業区として産業区を設定できるんですね。林業と農業です。条例も制定できる。で、施設的には、消防署と警察署がね、作れるようになりました。はい、ちょっと待ってよ。消防署と警察署が作れるようになったということで、お金があるうちに消防署と警察署を作っちゃおうか。警察署と消防署並べて作りますか、この辺にね。ここに警察署、はい。で、消防署は、あ、ちょっとお金足りない。ちょっと進めましょう。1万2000ほど必要なんで、もう少しね、お金を貯めてから。火事が起きませんようにね、その間に。火事起きたら最悪だよ。よし、1万2000貯まりました。ということで、ちょっとスピードを染めて、消防署を建てます。危ないからね、消防署を建てないと。ここに建てます。え、警察署どれだっけ？警察署これだもんね。だから消防署をここに建てます。消防署立ちました。こうしよう。で、こいつは最終的にこっちにズドーンと来るようにして。お金がない。おお、カジ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 。おお、消防署。消防車だ。消防署じゃない。おお、こっちも燃えてる。はいはいはい。いいですね。すげえ、あっという間にできる。こっちはここまで。どうだ、ドーン。これでだいぶ住宅が潤う。どうでしょう、
これでだいぶ需要は、あ、今度は商業地域ね。忙しいんですな。うん、まあまあでっかくなってきましたよね。ちょっと待って、住宅地も必要だし工業団地も必要だし、ちょっと工業地帯をちょっと増やすか。住宅地か、今度はこの道を増やそう。こうでしょ。お、来ました、マイルストーン1400人に到達しました。ちっぽけな町ということでね、解除されたものがこんな感じですね。地権変更だとか、インベントポリシー、ちょっとわかんないですね、この辺は。レジャー、新しいサービスがレジャーで、特殊施設レベル2。あとサッカー、サッカーってなんだろう、スタジアム作れるのかな、下の方行けばわかるか。で、新しい条例としてはペット禁止、禁煙、公園とレクリエーション重視、学校定員縮小、ユース育成、あ、なんか本当にサッカーチームだね。サポーターの優遇、この辺もそうですね。セキュリティの配置と、あとは新しい、あ、水路が作れるようになったんですね。防水壁、岸壁、あとは水路か。あ、運河っていうのも作れるんだ。へえ。で、新しい施設が高校、公共図書館、木々があふれる公園、あ、公園関係ですね、大型公園、ピクニックパークとか公園ですね。あとはね、植物園とかも作れるんだね。で、テニスコートに垂直農園、なんじゃこれは。すごい、お金が23,000、少し入ったんで23,000になりましたが、これだね、こう、要は24,000だ。建てれませんね。こう。公共図書館も22,000。高いね。ここはない。あ、歩道作れる。ちょっと歩道作りたいなぁ。ちょっと歩道作ってみますか。ここにね、こういう感じで歩道を入れたら、どうかではなくて、こういう風に入れると、渋滞のね、緩和につながるらしいんですよね。これが歩道になる。よいしょ。歩道歩いてる人いる？渋滞緩和につながるといいんですけど。歩いてる人いる。歩いてる人いる。ちゃんと。校舎でちょっと歩いてみますか。この辺にポチッと、はい、こういう感じで結構みんな歩道っていうかこの間の道通ってますね。いねえよ、いねえわ。いないぞ。あ、いるいるいる。おお、歩いてる歩いてる。へえ。歩いてるじゃん。まあいいんじゃない、歩いてる人がいっぱいいるならね。こんな感じでどうですかね。よし。で、まだまだ住宅街が足りないんですが、今回はね、3つ目のマイルストーンを、よいしょ、達
成したところで今回はね終わっていきたいなと思います。マイルストーンですね、これですね。よいしょ、1400人、こちらのマイルストーンを、クリアしたということでね終わっていきたいと思います。まあ次回はそうですね、地価を上げたりね、住宅地のちょっと地価を上げたりすると変わるのかな、収容人数とかね、あとは高校とか建てたいですね。あの学力とか上げると商業地域のね、レベルも上がっていくと思うんで、今現在どうなんでしょうかね、家は。あ、ちょうど、レベルがこの上から家に星マークついてるところなんですが、レベルが今2ぐらいですね。なのでここ2だね、ここ2だから、これが多分高校とかね建てることによってレベルが上がっていくと思うんで、そうすると商業の方もねどんどん上がっていくと思います。まあそんな感じでね、次回もやっていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。次回もね見に来てくださいといったところで、ね、終わっていきたいと思います。それではまた。